ペーパーマリオ RPG。 はい、おはようございます、トムセアです。ペーパーマリオ RPG 続きやっていきましょう。前回はね、あのマリオの体を乗っ取った可愛いお化けのランペル君を倒しまして、マリオさんは無事富と名声と仲間たちをね、無事取り戻しました。そして新しい仲間のビビアンちゃんと共に4つ目のスタッフさんを手に入れたというところで、今回はピーチ王城編とクッパ様編ですね、やっていきましょう。それは確かなのだな。はい、改めて千年の扉を調査した結果、マジョリン様が言われた通り、確かに封印の力を弱まっているようです。スターストーンのせいかな。いよいよ我々が伝説の宝、千年前の暗黒の力を手に入れる時が来たというわけが。暗黒の力なんか和菓子によくありそう。暗黒良いな、引き続きスターストーンの捜索を最優先させよう。もちろんマリオの抹殺も含めてだ。よー、怖いこと言う。ははー、そんな、もうみんなちょっと怖いよ。じゃんけんで決めようぜ。あの力を手に入れた暁には世界を恐怖のどん底に落とし入れてくれよう。もう誰も私を止められる。すべてのものはメガバッテンの前にひざまずくのだ。そしてこのバツガルフが新しい世界を築くのだ。私による私のための素晴らしい理想的なパーフェクトな世界を。はぁはは。お、この人初めて笑ったよ。笑うんだこの人。テック、私を呼んだかしら。お、もういつものあの部屋でのいざこざ編が、部屋でのお風呂シーンがカットされちゃった。さて今日は何をしたらいいのかしら。ダンス、変装、それとも歌でも歌うのかしら。さあ何がお望みだい、テックちゃん。私は今悩んでいます。ほう、え、何をさせるかどうか。まさかバニーガールのコスプレでもさせるんじゃないだろうな。どうしたのテック、いつものあなたらしくないわ。与えられた使命を成し遂げること、大切な人の世界を守ること、どちらが大切なのか。私はある人のために存在している。ある人のために存在したい。一体私はどうしたらいいのか。ある人のため、多分最初のある人のある人がバツガルフで、もう一個のある人がピーチお嬢なんだろうね。どういうこと。いえ、いいのです、気にしないでください。なぜかわかりませんが、あなたたち心配されるととても辛い気持ちになります。ではクイズをしましょう。クイズ好きだね、ペーパーマリオシリーズ。クイズ、そうです、今から私が出す問題に3つの選択肢から答えてください。5つの問題に正解することができればいつも通り送通信機を使っても良いです。やばい、今日テックちゃんのセリフでめっちゃ噛んじゃう。どうしたの突然。ほんと今日おかしいよテックちゃん、エラーかい。では1つ目の問題です。ババン。スターストーンを7つ集めると一体どんなことが起こるのでしょうか。願いが叶う、千年の扉が開く、千コインもらえる。全部叶ってほしいけどね。なんならね、めっちゃ大変だから。千コインはちょっとな、白球すぎるな。ま、千年の扉が開くでしょうね。正解です。よし、では2つ目の問題です。どんとこい。メガバッテンの相当バズグラス様の目的は一体何でしょう。お金持ちになるスーパーヒーロー。まあどれもなんかね、結構似たようなものな気はするんだけどな。まあけどさっきあれだけ私のもの、私による私のための世界を作るのだことか言ってたから、世界を征服するでしょうね。正解です。では3つ目の問題です。もうピーチ王女ずっとなんか無表情だけど。千年の扉の奥にある伝説の宝とは一体どんなものでしょうか。はあ、テック、これって何で気づいたの。さあ答えてください。千年の扉の奥にある伝説の宝とは一体どんなものでしょうか。100億コインでしょう、これは。あずれです、もう
う一度答えを選んでください。なに？な、超レアなバッジ、ゴンババも言ってたけどね、もう超レアなバッジはね、多分チチュリーノさんがいっぱい持ってるから違うな。千年前の魔物と魂、これか。テックちゃん、もしかしてクイズ形式で真実を教えてくれてるのか、もしかして。では4つ目の問題です。千年前の魔物の魂を手に入れて、バスガルフ様は一体何をしようとしておられるのでしょうか。あ、ちょっと待って、間違えた、押しちゃったそんなほんわかしたストーリーじゃないよね、絶対。このいつもの任天堂さんならありえるけどさいやそんな感じには見えないよ、バスガルフさんは。魔物復活させるですね。はあ、テックちゃん考えたね、よくこんなこと。では5つ目の問題です。直接伝えたら怒られるからさ。魔物の再び封印するために必要なものは一体何でしょう。伝説の剣、おまじない、スターストーン。え、どれだ本当に。マスターソードじゃないかな、これじゃない。あー、違うのか。え、じゃあ、まあ、おまじないではない でしょうとか言ったけど、まあ、おまじないですよね。まあ、スターストーンなんでしょう。今まではね、持ってきたやつ。正解です。これで5問クリアです。では、通信機を使ってください。あー、なるほど。テック、あなた、こんなこと私に教えてよかったの？さあ、送るメッセージを入力してください。あー、なんか憎いことするね、テックちゃん。うわー、なんか結構さ、やっぱピーチお嬢を取ったっていうことでいいのかな。いいわ、送ってもらえる。いえー、なんかメッセージを送信しました。さあ、今回はこれでおしまいです。そろそろお部屋に戻ってください。え、なんかテックちゃんさ、最後ピーチお嬢をかばって、なんかバスガルフに壊されたりしない？ありがとう。やはりあなたはおかしなコンピューターよ、ミスターテック。おやすみなさい、ピーチ姫。うわぁ、なるほどな。テックちゃんもなんかいろいろ大変そうだな、いろいろしがらみがあってさ。まあでも僕はその判断を支持するよ。お、来たぞまさか行くんじゃないのか。え、空飛ぶ町ウーロン街には何か秘密があるらしいとの情報がありましたですじゃ。ウーロン街へ飛行船で乗り込みましょう。あれ、前ウーロン街行ってなかったっけ。もう絶対いらないと思うんだけど。こりゃそこのもの、大魔王1枚、ピチピチギャル1枚じゃ。うん、自己肯定感高いのはすごい素晴らしいと思うよ。大魔王クッパと、ホーキーをバーバー、カタカタカタ、干からびちゃうよ。ああ、ジャンプ力すごい。やれやれ、失礼なやつじゃの。あれ、クッパ様。ありゃ、クッパ様どちらへ。あれ、電車の方行った。あれ、ピチピチギャルが迷子になっちゃった。え、あーいや、そうだよね。ガッハ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 ッ、我が輩はこれで先に行くぞ。ウーロン街ならこの前お忍びで行ってきたからな、行き方を分かっておるのだ。あ、そういうことか。ま、本当になんか観光しに行ったんだね。ま、カメックは体をいたわってゆっくり飛行船で来るがいいぞ。あらおお、体いたわるって言っときながらベイブレードみたいに回しちゃってるよ。お待ちください、クッパ様。せっかく飛行船で食べる大ババ特製のお弁当を持ってきたのにいやでも結構愛されてるね、やっぱクッパ様もね。あー、すごい風が気持ちよさそう。クッパ様のたてがみがすごいなびいてるのに眉毛が全然なびいてない。凄まじい眉毛、多分なんかスプレーした。おい、まさか故障か。ああ、あららうわあらら、一体どこに落ちちゃうんだクッパ様は。ああ、すごい、なんか子供がよく絵に描くような太陽、海に落ちちゃったよ。あれ、頑張るのだ。いや、頑張るのだも何も。え、あら来たぞこの
スーパークッパーブラザーズの時間ですね。久々ですね。これ上にさ、こうやって上がれると思うんだけど。いや、クッパ様の泳ぎ方なんか可愛いな。めっちゃ足バタバタさせてる。犬かきみたい。おー、危ない危ない危ない。あ、やった、肉。よしよし、今回でこれもね、進撃のクッパ様になるぞ。あー、肉、肉。てか、こんなところの肉めっちゃもう味しなさそうだけど。来たぞー、進撃のクッパ様だ。あ、道を分け、うらー、ちょっと待て。水流がすごいのだ。通れないのだ。ちょっと待て。うわ、あれれ、あれ、なんで、バズガルフってか、軍団員たちが。大変だな、こんなところまで。あー、いやいやいや、ちょっと待て待て。でも結構やっぱむずいぞ。てか、でかいから逆に、操作がめっちゃしづらい。うえー、危ね。ほら、もう、なんかもう、軍団員鼻の先でやられたような感じしたけど。あ、てか普通にこれ、床あるんだ。なんだ、損しちゃった。ちょっと、うわー、すごい。おーおお、でれて、ポーン。これ、100点だね、クッパ様の着地。イエーイ、クッパ様、金メダル。いや、にしてもすごいな。ゴールイン。やったぜ。さて、あ、なるほど、ここに来るんだ。よく泳いできたな。ひどい目にあったぞ。あ、いやー、大魔王クッパだ。食われる、お助けー。あらららお、面白い。あれな、めっちゃ楽しんできてるじゃん、カメックババ。なに、そんなのあったの。これはこれは、クッパ様、こんなところにおられたのですだ。探しましたぞ。一体どちら行かれてたのですじゃ。まあ、クッパ様の威厳として落ちたと言えないもんな。いや、しかしウーロン街は最高ですな。闘技場はもう大興奮。年甲斐もなく血は筋肉、踊りましたじゃ。踊りの文字が踊ってる、すごい遊び心。そしてホットドッグ、どうしたときたらいい。クッパ様も満喫されましたか。うわ、そりゃ怒るだろう。クッパ様、一応もったいないんだ、お土産が。我が輩は大変だったのだ。まったく、我が輩も満喫したかったぞ。とにかくピーチ姫とサストンについてちゃんとした情報をとっとと集めてくるのだ。もうなんかね、クッパさんもいろいろやっぱ憎めない、いろいろ苦労してますね。お、来たぞ、いつもの BGM。まさかあやつが偽のマリオさんだったとは。村人全員騙されてしもうた。世話になったりというのにすまんかったの。まあ、マリオさん怒っちゃったかの。めっちゃ傷ついた。すごい傷ついたよ。悪夢を見まくっちゃったよ。ああ、誰のせいかな。まあ、そんな話を置いといてと。いや、めっちゃ軽くなんだっけ、あしらわれた。あなたは薄暗い我が村に希望の光を与えてくれたヒーローだ。マリオ、ゴロツキタウンへ戻るんでしょ。さあ、行きましょう。そうだね。これからはいつでもこの村に遊びに来てくだされ。あー、なんかすごい、本当にステージ4すぐ終わったね。おーい、あー、ありがとうございます。まあ、なんか特に用事がない限りはちょっと来ないかもしれませんが、遊びに来ますね。ありがとうな、鳥さんたちも。じゃあね。お、来たぞ、いつもの。マリオ、メールが届いたみたいよ。開きますか。これは超重要なメールだよ。マリオへ、伝説の宝の正体が分かりました。それは、魔物の魂です。彼らはその力で、世界を征服しようと企んでいるのです。彼らは千年の扉を開け、魔物の魂の封印を解くためにスターストーンを集めていますが、魔物の再び封印することができるのもスターストーンなのです。彼らにスターストーンを絶対に渡してはいけません。お願いです、マリオ、彼らの計画を阻止してください。ピーチより。魔物の魂か、絶対開けちゃいけないじゃん。魔物の魂。おー、結構冷静な反応でしたね、ビビアンちゃん。もう戻るか。もう宇野昌磨。よし、さてさて、久々に、また久々でもないな、もう今回あんまり前よりもね、そんな間が空いてないですが、
スターストーン、アンズ色のスターストーンを掲げましょう。いやー、しかしこれなんかめっちゃ仲間たち V 字型になってかっこいいな。フォーメーション、このフォーメーション多分道中で話し合ったんだろうな。さーて、また魔法の地図に次なる道しるべが、100万ドルの道しるべが記されるぞい。次どこだろうね。そろそろ右の方埋まってないからさ。かたくなに右を埋めないね、この魔法の地図ね。南の島、うわドクロ、なんかまがまがしい。お、次はブルーハワイ色のスターストーンか。美味しそう。なんかめっちゃラムネっぽい。魔法の地図にスターストーンのありかが書き記された。イエー。さあ早くフランクリ先生のところに行きましょう。ピーチ姫からのメールのことを伝えないと。そうですな、おいえ、本当においえだね。フランクリ先生、また新しい仲間を連れてまいりましたよ。なんだといつも驚いてるフランクリ先生。ピーチ姫からのメールにそんなことが書かれておったのか。伝説の宝の正体が魔物の魂であると。そして奴らがスターストーンで千年の扉を開き、それを復活させようとしていると。だが確かにわしが突き止めてきたこととも内容は一致する。先生が突き止めてきたことって？うむ、話せば長くなるがよく聞くのだ。オッケー、まあ靴でも磨きながら聞きますわ。よいか、画面を見ている君たちもちゃんと聞くのだぞ。急にこっち側の世界3次元に干渉してきた。おーおー、メタ発言がっつりきましたね。画面を見ている君たちって一体何のことなの？えい、細かいことは気にするでない。本当に長いやつじゃないこれ。めっちゃ大事なんじゃないこの内容。この地にあった大きな町を滅ぼした恐ろしい災いというのは、おそらくその魔物のことだろう。7つのスターストーンもその魔物が作り出したもので、魔物はスターストーンの強力な力を使って世界を支配していたらしい。言い伝えによれば、最後魔物は4人の勇者に倒されたと言われておる。しかし滅びたのは魔物の体だけで、魂までは滅ぼせなかった。そのため勇者たちは魔物から奪ったスターストーンの力を使い、魔物の魂を千年の扉の向こうにある闇の宮殿に封じ込めたという。闇の宮殿、中二病心くすぐられる。スターストーンそのものに善悪の区別はない。もし7つのスターストーンが全部揃えば、その力で魔物を封じることも、扉を開き復活させることもできる。使い手次第ってことか。スターストーンの力が善になるか悪になるかは使うもの次第なのださ。ごめん、先に言っちゃった。じゃあ7つのスターストーンを集めることって危険なんじゃないの？バラバラに隠したり、どこかに捨てちゃった方がいいのでは？まあ、そうだよね、なんかモロ刃の剣ですよね。だいぶ捨てちゃった方が安全なんじゃ。わしも最初そう思ったが、そうもいかぬ事情を見つけてしもうたのだ。実は魔物を封印している千年の扉の力が弱まっている可能性がある。メガバッテンも言ってたね。なんでもスターストーンには千年間魔物を封じる力があるとのこと。逆に言えば、千年経つと封じる力がなくなってしまうとも考えられるのだ。そして今年がその1000年目。うわ、めっちゃちょうどじゃないか。祭り開かなきゃ、千年記念の綿菓子食べたい。つまり奴らがスターストーンを集められなかったとしても、魔物は復活するやもしれんのだ。なんてこったい。だったら魔物を封じるためにすぐにスターストーンを集めに行かなくっちゃ。次のスターストーンのありかはどこなの？うむ、地図によればスターストーンはトロピコアイランドにあるようだ。うわー、めっちゃマリオサンシャイン出てきそう。トロピコアイランド？え、ブルーハワイ食べれるんじゃない？やっぱわしもあまり知らんのだが、その島にはいろいろと良くない噂がある。なんでも音量が出るとか、怨念がどうたららとか、呪いがかかっているとか。まあ詳しいことはゴロツキ港にいる者に聞くのがよかろう。まずはゴロツキ港に向かいたまえ。あ、了解です、ありがとうございます。なるほど、そっか、今度船でいろいろ行くってことかな。いやー、船旅楽しみだねー。おーい、トロピコアイランドについてなんか知りませんか？おーい、トロピコアイランド、あの海賊王コルテスのお宝が眠っているという島だろ。お宝は欲しいけど、あんまりぼんやりしてると海賊王の無能にやられちまうぜ。
あ、本当になんか呪いとかそういうなんか良くないことあるんだね。登録あるで、全然あなたのためですよ。めっちゃなんか周りのこと心配してくれてるね、あなた。きっといい子だろうね。おーい、なんかあれこんな荷物多かったっけ。おーい、働いても働いても生活は楽にならねえ。ババーンと大金持ちになる方法ってどっかにねえもんかな。ババーンとな。まあそういう方法はないよ、君はね。確実に着実に稼いでいこうぜ。おーい、これか。これなんか乗りたいんだけど乗れる？勝手に乗っていい？おーい、あれなんか無線乗車してってるけどいいのかい。これはよ、ヒゲの旦那、何か聞きたいことでもあるのかい。何でも聞いてくれや、バッチリ答えちゃうぜ。えー、じゃあもうババーンとお金を稼げる方法知れませんか。億万長者になりたいんです。おお、え、トロピコアイランド。その話だけは勘弁な。俺は海賊王に呪われたくないからよ。お、そんなに危険なことなのかい。え、どうしよう。なんかみんななんかだんまりなんですけど役に立った。おーい、シビマルコちゃん、パッパパラレラピーヒャラピーヒャラ、どこらの親玉とかそんな歌ってないでさ、踊るポンポコレン歌おうぜ。お金を私に余裕を与え、余裕は心を豊かにする。こんなに不自由のない生活をしている私だが、なぜかいつも何かが満たされないのだよ。一体何が足りないというのだ。えい、こんちくしゅう。金だろ。お金か。そういえばこの間とても恐ろしい目にあってね。違う、それはお金、言っているのはお金。でもお金ならすでに間に合ってるよ。私はお金持ちだからね。ギャグ戦は間に合ってないかもしれないですね。待てよ、なんだい。おー、めっちゃジロジロ見られる。鼻でか、鼻ポキッと折っていい。そういえば昔聞いた話に海賊王コルテスの財宝の話があったな。お、海賊の宝探し、なんとロマンでスリルで感動的な響きなんだ。お、なんか火をつけちゃった。知っておるかね、トロピコアイランドに眠る海賊王の財宝の話を。その昔海賊王コルテスが財宝を隠したと噂されているのだ。今まで何人もの荒くれ者が財宝を求めてその島へ旅立ったが、誰一人として帰ってくる者はいなかった。そして世間では海賊王の怨霊が島に来る者を襲っているのではないか、そんな噂が流れ、その島へ行く者は誰もいなくなったのだよ。もうめっちゃ喋るじゃんこの人一人で。だが私は財宝は本当にあると信じている。私がそれを確かめてやるのだ。なんたって私は輝ける七つの海を股にかける大金持ちマルコなのだから。へー、出世したねちびまる子ちゃん。めっちゃそのドクロがこっち見てくるんだけど恥ずかしい。何、ゴロツキタウンの地下にも伝説のお宝が。おお、そうなんです。何言ってんだね君、こんなしけた街にそんなものあるわけないでしょ。君もそんな噂話を簡単に信じてるようじゃダメだよ。ダメダメダメのダメ子さん。なんかちょっと言い回し昔だな。え、宝の地図を持っている、そうだぞ、証拠を見せてやれ。なるほど、龍一みたいに。ちょっと見せてくれまい。っていうか見せなさい。おお、がっついたぞ急に。この地図に書かれているのはトロピコアイランドではないか君。さては私の宝を横取りする気だな。いや、その興味ないよ、スターストーンにしか興味ないんで。え、スターストーンという石を探してるだけ。おいえ、残ったら僕全然喋れない。そういえばコルテスの財宝の中に星の形をした石があったとか、ひょっとしてその石とっても高く売れるものなの。まあいい、私に必要なのはロマンでスリルな感動なのだ。ちょっとお金に揺らいでたような気がしますけどね。どうだね、これも何かの縁だ。君も私と一緒にトロピコアイランドへ行こうじゃないか。もちろんスラストーンは君のもの、他の宝は私のものということで。島に船がないだって。うわっはははは、私を誰だと思っているのかね。船は私がバッチリ用意しよう。まさに大船に乗った気でいたまえ。よー、面白いこと言いますねマルコちゃん、ははは。よし、では早速準備に取り掛かるとしよう。とりあえず私がリーダーだ。でもって君が船長。さあ君もすぐに港まで来るがいい。
おーおー、そのドクロ何なんですか一体。おーい。おー、待って、ルイージル。ちょっと待って。いや、めっちゃあの、マルコちゃんの勢いにせられて何も言葉挟めなかった。弟よ。こないだはサーキットに行って、奇跡の羅針盤のパーツの一つを手に入れたんだ。いやー、あれはスリリングな冒険だったよ。聞かないです。ごめんなさいね。はーい、ありがとうございます。あなたは誰ですか？なんかすごい、なんかね、なんだっけそれ、レンチみたいなさ。わしの名はトリク。こいつが名の泣いて頼むからマシンを貸してやったのに、このコンチクショー、一瞬でマシンをボロボロにしよったからに。マシンの修理代5000コインをいただくまではこやつのものを離れんぞ。あ、だからついていくというわけですね。まあみんないろいろついていく理由は趣旨千差万別ですね。ルイージの仲間、メットのトルクよ。優秀なメカニックらしいわ。月刊メカニックによると、彼の背中のスパナさばきは、トペのファンタスティックらしいわ。なんだかすごく怒っているわね。何があったのかしら。このね、借金してるからね、ルイージ借金はダメだよ。マリオの弟、ニテールじゃなくて、そっくりでもなくて、ルイージよ。あ、マジか、これ毎回変わるの。あー、OK です。よく。そうだね、めっちゃ話したがるもんね。てかごめんな、尺の都合上全部カットしてるんだ。ごめん。